はい、どうも皆さんこんにちは。中小企業診断士独学合格への道、改正の新井です。今日はですね、スピードテキスト問題集の使い方を解説したいと思います。一番基礎的な教材になりますので、これの使い方がマスターできればですね、点数はかなり飛躍的に向上するんじゃないかなと思っております。で、そもそもこれ何なのかということですね、説明すると、タックさんから出ている最もメジャーな教材の一つということで、ですね、いろんな教材のランキングだったり、その口コミとか、まあネット上に溢れてると思うんですけど、一番スタンダードに評価されてたのがこれかなと思います。で、実際に身の回りにいる勉強している人たちを私よく見ているので、使っているものを見ると、やっぱりこのタックさんのこれがやっぱり多いですね。っていうか、ほとんど私の周りではこのスピードテキスト、スピード問題集を使ってる人ですね。フォーカスさんとか、レックさんとか、みんなが欲しかった診断書、参考書とか、いろいろあるとは思うんですけど、あれを使ってる人あまり見たことがなくて、本当にこのスピテキ、スピモン、これがもう、なんか当然の教科書みたいな状態になっている感じですね。本当にもうだからこれ一択でいいんじゃないかなと私は思います。比較検討するのもいいんですけど、これで実際にみんな受かってるわけなんで、だったらもうこれでいいんじゃないかなっていう、なんか他の教材にあえて飛び込むっていうのはね、別にそんなにいいことなのかなって思いますね。まあ合う合わないあると思うんですけど、で、一応ネットで調べたらこういう情報がありましてですね。それぞれに、まあ、大体100問以上の問題が用意されていて、まあ、財務会計はね、当然少なくなるんですけど、網羅的になっているっていうことですね。こんだけ、やっぱり問題があるっていうことで、あらゆる、範囲をカバーしているということですね。で、最新版っていうのが必要な科目があります。なんでかっていうと、アップデートされていくからですね。特に、こういう政策系なんかは毎年毎年変わるじゃないですか。なので、過去の情報をいくら勉強したところで、それはもうテストには出ませんので、むしろ間違えて覚えちゃって、それは避けないといけないですよね。だって頑張って覚えたのに、それはなんと昔の情報すぎて、正解とは真逆って可能性もありますからね。なので、ここは注意した方がいいんですけど、中小企業経営政策と経営法務、そして、まあ、できれば情報システムもかなというところですね。まあ、なんでかっていうと、例えばこの QR コードの問題が出てきたりとか、QR コードってまあ昔からありましたけど、最近よりこの電子決済の普及で、世界的認知が高まってるじゃないですか。例えばそういうものだったり、AI とかね。まあ、情報システムもね、あそこはもう一瞬月歩で進んでいく業界ですから。この3つはね、最新版を買った方がいいと思いますね。逆に言うと、それ以外は別に過去のものでいいんじゃないかなと。財務会計とか経済学なんてそうそう変わらないですからね。経済学が変わるとしたら、本当になんか発見したとかですよね、多分。経済の何か素晴らしい発見をしたと。アダム・スミスとかでもめちゃめちゃ古典ですからね。企業経営理論とかも大体もう体系化されてるんで、一緒ですよね。あとなんだっけ。あ、運営管理か。運営管理もまあそうですね。看板方式とかも別に今になってアップされることもないですし、LINE 生産方式とかね、ジョンソン法とか、いろいろ、ああいう法っていうのはね、すぐに変わりませんから、この3つだけでいいのかなと思います。その、他のね、これ以外の、その評価、財務会計とか、最新版買うんすけど、去年とか今年と比べても、どこがアップデートされてるのか本当見つかんなかったです。実際比べたんですよ、私、書店に行って。なので、そのぐらいし全然変わってない可能性があって、なんかに、何にも変えてないのに2020年版とか言ってる可能性すらあるということです。ちょっとわかんないですけどね。はい。して、流れなんですけど、まずはテキストをざっくり読んでください。ざっくりでいいです。まあ、パラパラパラって感じでね。まあ、本当に興味がある分野はじっくり読んでいいと思うんですけど、ざっくり読んで、そこから問題集を解いてください。で、確実にわからないところ出てくる、あるいはもう自分のすでに持ってる知識で解けてしまうところもあると思うんですよ。そういうのは、もう解けたって喜んで。で、あと、あるいはテキストで覚えていて、解けたってこともあるんです。
で、わかんないところが出てくると思うんで、それをテキストに戻って確認して、わからない単語集っていうのを各科目ごとに作ってください。どんなものかっていうとですね、こういった形で、私はノートにですね、用語を全部自分なりに解説をしてました。で、これが基礎練に当たります。野球で言うなら素振りに当たります。素振りやっぱ大事じゃないですか。何事をするにもですね、その基礎練っていうのがあるわけですよ。ピアノ弾くなら、最初はドレミから覚えてね、だんだん右手だけ使ってて、次左手を使っていくとかあると思いますし、あらゆるスポーツやってたらわかると思うんですけど、まあ、スポーツだけじゃなくて、いろんな、もう、何でもそうですね、仕事とかもね。まずは基礎練があるんですね。で、基礎練をするために、このわからない単語集っていうのを作りましょう。そのためのスピードテキスト問題集かなと。で、覚えること以上にですね、わからない単語は何かを可視化することが重要で、なぜかというと、試験直前にそれ見返せるツールになるからなんですね。私は30分前、試験の30分前を大事だっていうふうに言ってるんですけど、なぜかっていうと、そこでね、意外とね、覚えたやつが出るんですよ。で、5点でも10点でも上がればもう儲けもんじゃないですか。まあ、テクニック的な話にはなってしまうんですけども、今ここで重要なのはね、やっぱりいかに受かって、自分の時間を効率化するかってことなんで、これはやってみてください。で、あとはね、このスピード問題集テキスト以外にも、わかんない単語が過去問で出てきたらですね、それも書き込んでいって、オリジナルのものを作っていきましょう。で、スピードテキスト問題集を使って合格するためのマインドなんですけど、覚えるというより刷り込む。繰り返し繰り返しやるっていう意味ですね。刷り込んでいくっていう感じですね。で、この診断士マインドっていうのはですね、つまりどういうことかっていうと、これが正解なんじゃないかなっていう感覚を養うっていうことなんですね。違和感がないものですね。選択肢の中で最も違和感がないもの。これが正解である可能性が高いんです。その違和感を感じれるかどうかっていうのが特徴なんですけど、実際に私も一次試験の、成績、まあ、出ましたけど、完全に分かりきっている問題を正解してか、してたかっていうと、そうじゃないんですね。なんとなく、こっちなんじゃないかなと。二つまで絞れてて、その二つのどっちかが正解なんだけども、確信して正解かどうかは分からない。これを、自分の違和感によって排除して、ラスト一択まで絞る。っていうことなんで、これはね、マインドなんですよね。だから何回も何回も問題を解いていくうちに、そういった感覚が養われていくっていうことなんですね。で、一方で、とはいえですね、可能な限り理解しようとすることっていう。これがすごく大事で、考え方は2個あると思うんですよ。とにかく、試験に受かりさえすればいいっていう考え方。もう一個は、ちゃんとこの診断士の学問としての意味を理解して、その用語っていうものを実務に活かせるような形で理解するかどうか。と、当然ですね、完全に理解しようってすればするほど時間はかかりますよね。なので、受かるだけを考えるんであれば、あんまりそれは必要ないのかもしれないです。ただですね、私の中ですよ、これがまだ、残り1年とか半年ぐらいあるんであればですね、期間がですね、試験まで。だから今1月なんで、まだ半年以上ありますよね。なので今の時期は理解しようとした方が私はいいと思います。実際にそれを使って仕事でも使えるわけなんで、新しい仕事の知識と思ってれば別に、その時間っていうのは意味のある時間になるわけですよ。試験のための時間じゃなくてね。ただ単純にその興味本位、好奇心を満たすっていうのもあると思うんですけど、なので、試験重視になる期間っていうのは本当に3ヶ月ぐらい前からで、それまではできる限りその言葉って何なんだろう、どういう場所で使われてるんだろうとか、考えといた方がいいと思います。中長期的な記憶にもつながりやすいので。ただし、もうよくわかんないってなれば、もう諦めてしまうことも重要であります。いっぱいありました、この諦めたこと。よくわからない、結局よくわからないっていっぱいありましたんで、私も。運営管理とかですね、経済学の中でも結構ありましたね。まあ、なんで、そこはちょっと皆さんの感覚なんですけど。そして、どんな順番でやるべきかということなんですけど、私はこれがいいんじゃないかなと思って一つの提案です。苦手な科目をやったら次は好きな科目。
そしてまた苦手な科目、好きな科目、分類してやっていくと。まあ挫折しづらいかなってちょっと思ったんですけど、ただ最終的には気分かなと。まあ、いまいじゃねえかって言われるかもしれないんですけど、でもすげえ大事なんですよ。なんか今日とかね、今週とかなんか財務会計ちょっとやりてえなとか、経営本部やりてえなみたいな。なんかあるじゃないですか。経営本部やりてえな。だけど、スケジュール上企業経営理論だから企業経営理論やろうかな。これが得意な人はいいと思うんですけど、私はね、結構ね、乗ってる時ってあるんですよ。なんか経営本部やりてえみたいな。そういう時はもう、もったいぶらずにやってしまうっていうね。そっちの方がやっぱ効率いいんで、気分ですね。で、私の別の動画でも解説みたいな形してるんですけど、気になるところ、重要と思われるところは、こうやって丸で囲んでください。自己株式が何なのかみたいな。ちょっと薄くて読みづらいんですけど、こうやって丸で囲むとですね、視覚的にその単語が浮かび上がって上つくんです。これは私がですね、めちゃくちゃできる、試験勉強ができる製薬会社時代の同期のやり方を真似してるんですね。その子は文系でありながら薬剤師や理系の学生たちを引き離しまくってですね、ダントツで1位だったんですよ。平均点が例えば30点ぐらいのテストで80点とか取ってしまう、なんかわけわかんない、本当に凄まじい人がいてですね、その人はこうやってたんですよ。だから私をパクってるって感じです。で、実際に私はこれをやって、確かにある程度効果を感じたんです。しかもですね、これね、二次試験やって分かったんですけど、二次試験にも使えるんですよね。二次試験っていうのは予見分から社長の考えで重要だと思われるところを抜き出したり、設問とどこが紐づいてるかとか、そういうのを分類するんですよね。その時にこの丸使えたんですよ。二次試験のだから予見分でもこれめっちゃやってました、私。なので、一次だけじゃないんで、今のうちに身につけてください。で、あとはですね、まあ、オリジナル解説文っていうのを書くのもいいかなと。この下の方にですね、例えば余白があるから、ここにちょっと解説みたいなのを書いておくと。そういうのもいいのかなと思います。で、あとはですね、これもまあ前の動画でも言ってるんですけど、間違った問題はドックイヤーをつけましょう。こういうふうにね、折っとくんです。ドックイヤーってのは折るってことです。で、私はですね、テキストとか問題集どんどん汚した方がいい派なんですね。なんかね、綺麗に使う意味は私はあまりないと思ってますね。間違った問題がどこなのかっていうのを一発で分かるようにしといた方がいいです。結局、この問題集っていうのは受かるために買ってるわけであって、後ほどね、新品同様の状態でメルカリで売るために買ってるわけじゃないですよね。なんかあんまり汚すのが抵抗あるっていう人だったらまあいいんですけど、私はですね、もうこの問題集とですね、会話してやるんだぐらいの勢いでですね。この問題集ともう一緒に受かるぞみたいな、なんか一心同体になるためにですね、自分の、ね、ですね、ペンを使って宿すんです。この問題集に。魂。で、折ったりして、なんか共に乗り越えた仲間みたいに思ってください。この問題集。なので、折るんですよ。折ることによって自分の中の一部になってくるということですね。ちょっと意味がわかんないかもしれないですけど、そうやってなんか、何ですかね、ここの問題集と本当に友達になるみたいな感じですよ。やっぱりね、サッカーボールと友達になろうみたいなサッカー選手の教えとかあるじゃないですか。あれに近い感じで、問題集と友達になろうということで、このドッグヘアをつけさせてもらってね、問題集に。で、解けたらやったっつって、もうドッグヘア解くんですよ。この快感を一緒にこの問題集と味わっていくということです。で、この間違った問題が分かりやすくなるんですよね。一回こうやって本閉じてもらえば分かるんですけど、ドックイヤーで明らかに量が分かるんですよ。あ、この問題、この科目全然分かってないんだっていうのが出てくるんで。そしたらそれをやればいいし。可視化させるっていうのはすごく大事ですね。効率化っていう意味で。そして最後ですね。スピ問が一周できたら過去問行きましょう。本番はどういう問題になってるのかと。スピ問と過去問やっぱり微妙に違うんですよね。なんとなくですけど、やっぱ本番で洗練されてできてる問題と、やっぱりスピ問っていうのは基礎的な問題なので。で、本番はやっぱり奇問とかもあるから、どうしてもやっぱ、ちょっと違うテイストになります。なので過去問っていうのはすごく大事です。で、スピ問、過去問、スピ問、過去問、スピ問、過去問って感じで、ずっとこれ繰り返していくんで OK です。
で、試験の1ヶ月前までに中小企業政策以外は3週5週を目安に終わらせておこうということで、この基準っていうのは私がそうしたからってことです。中小企業政策以外は全て大体そのぐらいはやってたかなっていう感じですね。で、プラスアルファでなんですけど、正解でない選択肢、スピモンの中でありますよね。その間違いとなっている選択肢。その間違いとなっている選択肢は何が間違いなのか。結構その、テレコになってますよね。テレコっていうのはこれ関西の言葉で私が最近覚えたんですけど、入れ替わり。入れ替わってるって意味なんですけど、その、なんか、A っていう単語の説明に B の説明が来てたりするわけですよ。これをですね、なぜそうなってるのか言える。だから、そうやって入れ替わってますよって言えるかどうか。あるいは、ここの部分が微妙に違いますよとか。正解でない理由が入れると最強なんですよね。ここまでいけたら相当詳しくなってると思って間違いないです。はい。っていう感じで、スピモンをベースに過去問を解いていくというようなやり方になるかなと思います。はい。こんな感じで、中小企業診断士を独学で受かるための情報をですね、シェアしていきますんで、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。三脚を立ててここに二人並んで写真撮る。